今月の景気判断を一部に弱さが見られると、前の月から据を置きました。去年の緊急事宣言の時ほどは大きな落ち込みがない。政府は今日発表した今月の月例経済報告で国内の景気について持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さが見られるとして基調判断を据を置きました。 緊急事態宣言の再発令で個人消費の低迷が続いていることを踏まえました。個別の項目では景気の回復を牽引してきた輸出について、造成が鈍化しているに引き下げました。